ははいどうも皆さんこんばんこばですちょっと今日いろいろあってですね、この時間帯やるんですけどね、うん、そうそう、まあ、はい、えー、ちょっと遅れてしまって不規則になってるんですけど、えー、皆様の、えー、コメントを今から読んでいきたいなと思っております。はい、いやー、暑い、もうほんと暑くて、やばいですね、うん明日明後日はさらに暑くなるということなんで、うん。 えー、マリディンさん、伏、え、瀬、ー、明さん、このジェネレーションは歌がうまい。渡辺プロダクションの渡辺、えー、新社長が洋楽、ポップスが好きで、えー、立ち上げたプロダクションです。伏、え、瀬、ー、明さん、中尾美恵さん、廣田、えー、美恵子さん、佐々木勲さん、ザピーナッツ、えー、ザピーナッツ懐かしいですね。えー、これ、お父さんかな勲さん。 伊藤ゆかりさんなど、渡辺プロダクションの初期からのメンバーですね。えー、初期は和製ポップスがあまりなく、アメリカ、フランスのポップスのカバー曲をテレビで歌っていました。なるほどですね。あの、布施明さん、確かガラスの部屋っていう曲って、スペインかどっかですよね、確か。うん、えー。広田美恵子さん、伊藤ゆかりさん、中尾美恵さんあたりは、新中軍の、新中軍のキャンプで、 12歳から13歳で歌っているから、歌唱力、英語の発音、皆さん素晴らしい。えー、そこから和製ポップスで皆さんヒット曲を持つようになります。伏施明さん、シクラメンの香り、他多数。えー、中尾美恵さん、えー、夢見るシャンソン人形、他。佐々木勲さん、えー、宇宙戦艦ヤマト、他。はいでえっと いいいっぱいあるのでこのででこくらいで私もその頃思い出してオールデイズ懐かしのヒット曲を聴いていました、えー。日本の和製ポップスは結構人気です。ということで、まあ、僕も、まあ、この時代の曲って YouTube でたまに聴くんですけど素敵な曲多いですね、うん。ちょっと言っちゃうと多分僕昭和の方が行きやすかったかもしれないですね。うんえーゆうのやさんありがとうとです。カ、え、ブ、ー、さんヨーロッパの熱波がすごいですね。 ベルギーも暑くなりそうなんですね。いやーもう今日これ、今日まだ28度くらいなんですけど、それでももう久しぶりの暑さでもう大変ですね。うんえー、そしてエアコンフル稼働ですね。そういえばエアコンみたいなもんってちゃんとなかった気がしますね、うん。私が体験したことのある最高気温は39度ですけど、ゆらゆらしていましたよ。株ぶさんも熱中症に気をつけてくださいねということで、ねうん、まあちょっと水を、水分補給をね。 たくさんしないといけないんですけど、うん。まあ、カラッとはしてるんですけど、頭痛くなるくらい暑いですね。はい。僕は、ベルギーの、えっと、3、4年ぐらい前かな、2、3年ぐらい前に、45度くらいまで上がったことがあって、うん、まあ、それが超記録的な熱波だったんですけど、それを経験したんですけど、その時友達と海行ってたんで、うん。まあ、結構暑くても、なんだ楽しかったんですけど、まあ、今回はちょっとね、うん。なんか、 暑いは暑いけど、なんか違った種類の暑さですね。うん。今回、多分紫外線が強いですね。うん。えー、レモンみかんさん、ありがとうございます。株くん、ベルギーより先にイギリスで40度だそうですよ、えー。すごいですね。どこでしょうかね。そんな暑さになったら、ただ嫉妬して、あじ,ただじっとして、動けません。眠たくもなります。エアコンも効かなくなります。 え冷却タオルや枕などで頭を冷やしながら、えー、過ごさないとやばいですね。うちわやんしてあぐのもいいです。飲料水を確保しておいてね。日本よりベルギーは湿度が低いから日陰にいれば大丈夫かななんですけど、確かに日陰だと幾分涼しい風がなんか感じられますね。じっとという感じではないので。まあ、今回はもう西寄りの、あ東寄りの風で、まあ、乾いたフェーンによって起きているかなと思うんで、乾燥はカラカラですね、空気は。うん はい、ただまあそれでも暑いですね。うん、ちなみにこういう時は、一番いいのは、えっと、ブルーベリーを凍らして食べると美味しいですよ。えー、松井さん、ありがとうございます。えー、かぶさん、こんにちは。熱波で39度になるんですか。熱中症を気をつけて、えー、ベルギーはペットボトルあります。ありますよ、ペットボトル。うん、あ,のあるんですけど。 うん、あったら、冷蔵庫に冷やして、手のひらに当てるといいです。あ、ありがとうございます。うん、脇の下とかもいいって言いますよね。一応、ペットボトルはね、あるんですけど、うん、えっと、ゆうのややさん、かぶさん、基礎練習ですか、えー、すいすいスムーズですね、えー。何時間くらい練習するんですか頑張ってください。ありがとうございます。えっとね、この時は、えー、っと、1時間半くらいでしたかね。うんまあ、そもそも一般感想ーーで滑ってたんで、あんま時間ないんですよね。うん だた最近の僕の体調からしてると1時間半がまあベストというかね、うんまあ、そんな感じでまあ、週に1回ぐらいしかまだ練習できてないのでちょっとまあ体を慣らすためにはそんな感じですかね。うん、しばらくスペインになとね横滑りしちゃうんですよ。エッジがおかしくなっちゃって。さだかやさん、こんばんは、えー。良い夢を見たいと思う場合には極力欲を。 えー、抑えて控えめにすることが必要であると個人的に思っています。えー、抽選や検証応募などを当てたいよ当てたいと願う場合も同じです。なぜなんでしょうかね、欲を抑えると夢見るってどういうことなんでしょうかね。うん 私の体験談になりますが、何気ない軽い気持ちで応募はがきを出したら当選した経験が数回ほどあります。えそれと1回だけですが、年賀はがきのお年玉抽選のグルメセットを当てたことがありますえ。株さんは何か抽選を当てたり良い夢を見た経験はございますか夢に関しては私はめったにないですね。夢はないなと思いますね。うん。ああ、でもなんか。 高校の時の好きな人とか、高校時代の時に好きな人とかを、急に夢に出てくるっていうことはありますね。うん。高校とか中学校とか、なんか昔のね、うん、そうそうそう、多分あったと思いますね。うん。はい。まあ、それくらいかな。まあ、そんな感じは、それ結構多いですね。まあ、学校時代の夢を見ることがめちゃくちゃ多いですね。うん。多分、あと、小学校とか中学校とか、結構やっぱり、 なんだろう、嫌な思い出も結構多かったんで、それをこう元に戻したいというか、なんていうんでしょうかねあの、いい思い出作りをするために、夢であのいい思い出作りしてるのかなっていう、そういう感じの夢が結構多いですよ、僕は。うん、ただ、抽選についてはちょっと全然ないですね。うん。あの、あ、でもあったかもしれない。あの、小学校3年生の時に、なんだっけな、あの、ちょっと、 なんかチョコレートであ,のあったじゃないですか。ピーナッツチョコとかあったやつ。あれね、当たるともう一個もらえるんですよ。なんだっけな。なんか、鳥みたいな形してるチョコレートで、ピーナッツチョコみたいなのがあって、名前は捨てたんですけど、あチョコボールだ。うん。チョコボールで。 たたたまにあの金賞が当っってて嬉しかったです、ねうん、そのなんか先生なんかちゃんと自由あ自然学習とかちゃんとやるとチョコボールをくれるんですよ。虫かごの中に入れてくれてよく食べてて頭に当たってましたよね。うんまあ、そんな感じでしょうかね。うん チョコボール、今もあるんですかね廃盤になっちゃったのかなキサラギ24さん、そ、えー、ラカぜ様、私が翔馬くんの夢を見れなかったのは欲のせいだ、それも強欲だからだ。えー、反省して今夜こそ見たいと思います。いやー、あのー、オーラを送りますよ。ただちょっと今日僕、あんま元気ないので、オーラいい波動を送れるかちょっとわかんないんですけど、でも多分皆様、今寝られる頃だと思うんですよね。そ、えー、ラカぜ様はきっと症状無くな方なのですね。落としたまつき、 演画帳は切手シート以外当たったことはありません。悠トに100枚ほど貢献しているのに、えー、この考えがダメなのよね。でも、検証は当たったことはありまして、高校生の時に珍しい木製の筆箱が当たり、英語の先生に、おお、ラッキーガールとは言われた思い出がよみがえりました。今じゃラッキーでも、ガールでもなく、普通のおばさんです。ここ、笑うとこですよ、えー。普通ではないか、しょうま愛が異常なおばさんです。ということなんですけどもね。うん。 いやーなんか懐かしい思いやっぱありますよね、そういうなんか。うんはい、まあ、あの、どんな感じ皆さん夢はね、見ますかね。ええさん、えっと コメントありがとうございます。お褒めの言葉ありがとうございます。本当の意味で、えー、症状を向くのは私ではなく、かぶさんだと思います。よく動画内にて、ありがとうございますとか、感謝しかないですなどとおっしゃっていることや、えー、動物と触れ合っているシーンにて、えー、カブさんが合図を出すと警戒することなく、えー、すぐにかぶさんに接近し、懐いているシーンを見ていると、かぶさんのお人柄がにじみ出ていると感じています、えー。順位を争って戦う選手本人に関しては、逆に協力に挑んだ方が良いと思います。 ですね、その通りだと思いますね。うん。それが力になったり、自分自身を鼓舞することになると思うので、効果的です。確かに、あのー、こういう時は、どんどん攻める気持ちを持った方がいいですね。うん、っていう、僕は全然ないんですけど、え一方で、願望に関しては、協力すぎると、運が逃げてしまいそうなんで、ほどほどがいいかなと思います。 えー、年賀状の抽選でグルメセットが当たったことを確認したときは、とにかく予想外すぎて驚きましたね。えー、家族で相談し、カニを選択し、鍋料理で美味しくいただきました。あのすみません、このカニでちょっと僕は思い出したのが、えっと、ジェットコースターのタラバガニですね。あれと頭から抜けないですね。あれ見たら今度また乗ろうかなと思います。あれはね、乗んなかったんですよ。うん、それ以外には、えー、茶殻入りまくりの。 あ、チャ茶ラ入りの枕やビールサーバー、森永のチョコボール、あチョコボール、出てきましたね。チョコボールの当たり感などを当てた経験があります。なるほど。森永のチョコボール。うん、なんなかあの、 なんか小鳥みたいな形してませんでしたか私は、株ぶさんと同じくお酒とタバコは一切飲まない上にえに、ー、家族もそれほど酒は飲まないので出番は少なめですということでね、そうそう僕もね全然お酒とかは無理ですね。うん、あのちょっとしたワインとかいいらしいんですけど、今年も多分あのーえっとそもえっと累計多分1リットルも満たないぐらいですね。うん、ほとんど1年間で飲んだ経験ないかなと。まあ、料理室とかあるんですけどね。うん えー、東北地方は飲酒も喫煙率も高めなので、私のようなタイプはレアかもしれません。そうですよね。結構東北地方の方お酒とか飲まれる方多いって聞きますけど、あれは寒さが原因なんでしょうかねなんかいろんなこう塩漬けとかが多いって聞くので、それがおつまみになってお酒を飲むみたいなことを聞いたことあるんですけど、ねどんな感じなんでしょうかね。うん あのベルギー中も結構お酒飲む人多いんですけど、ソーシャルドリンカーの人が多いです、結構。うん、あのバクバク飲むっていう人は結構少ないかなっていう印象ですかね。ただ、あの北欧とかだともっと飲む人が増えてくるんで、寒くなればなるほど、うつりになって飲む人が多いっていう傾向かもしれないですね。はい。さだかさんも一緒です。日本は今、今、えー、少し暑さがマしになっていますが、えー、今度はヨーロッパが酷暑ですか。ベルギーも相当暑くになりますね。で今回の問題が、 雨が全然降んないんですよ。うん。こんな暑くなったら夕方から雷雨が起きてもいいんですけど、全然雷雨にならないんですよ。うん。今年はまだ一回も雷雨になってないんじゃないかなっていうぐらい。あ、でもそっか、ブルージュの時になりましたね。うん。でもあれは寒冷前線か何かの通過だったんで、暑さでなったわけじゃないと思いますね。うん、ああまあ、それも関係あると思うんですけど、ただこんなに暑くても雷雨にならないのがちょっとおかしいなと。 思いますね。え、多分干ば発とかが起きてるんですけど、えそれも多分雨が降んないことが原因だと思います。なんかおかしいですね。今回の暑さは。え、カブさんも熱中症にならないようにこまめに水分補給をするなど気をつけてくださいね。海沿いのオースタンドでも39九度ですか。これ珍しいですよ。うん。ただね、オースタンドが東の方に位置してて、風がですね、あの東から吹いてくるんですよね。えー、あ、西の方にオースタンドがあって、だそうすると海からの風が吹かないというようなそういう体制になりますね。 なので、あの、そういったか、あの、暑いって乾いた空気が入ってくるということなんで、もはや埼玉県の熊谷市や岐阜県多治見市レベルですね。そうなんですよね。うん。この辺の地域は結構、まあ、秩父の方からの、えっ、ー、と、風によってフェン現象が、湿ったフェンが起きたりとか、岐阜県多治見はあれかな、あの、盆地だからっていうところも関係あるんでしょうかね。よく言いますよね。今年は岐阜県多治見暑いですかね。うん。はい。そんな感じなんですけど。 えー、さんも言ったです、えー、新幹線や在来線特急では、所定の到着時刻より2時間以上遅れで到着した場合、特急料金は払い戻しとなります。なるほど、じゃあ結構、もしもこれ、頻繁に起こってたら、JR 破綻しますね。 うん、駅に着いたら改札窓口で駅係員からの証明のスタンプをもらい、えー、その後乗車口から1年以内に緑の窓口各個 JR 全線切符売り場で払い戻しの手続きを受けますこれはあの到着した場合も同じですかね、うん、だとすると日本は相当恵まれてますね、あのー、こっちは遅れることは、まあ、TGP はよく分かりませんけどただおそらく t j p ってあの新幹線のことなんですけど、まあ、おそらく遅れてもそんなお金を戻すなんていうことはないですね、うん、普通に 何かの顔でコントロール打ちますよ。 一部、えー、特殊な切符を除いて、緑の窓口がある駅なら、えー、全国どこの J R あ JR 駅でも手続きできます。ただし、遅れが1時間59分以内の場合は対象外であること、あ、そうなんですね。なるほど、えー。乗車券に関しては払い戻しの対象ではありません。あくまでも特急券の部分だけです。えー、乗車券と特急券が一体になっている切符の場合、内訳が切符欄に記載されていますということや、そういうからくりなんですね。うん じゃあね、もしも遅れてしまったら、えー、JR の職員は何とか1時間59分以内に何とか対処しようとねかなり一生懸命になりますねうんまあ特別なそのなんだろうあの洪水だったりとか、まあ、地震だったりとかっていう以外例えばその人身事故とかっていうのは最近かなりやっぱ対処は早くなってきましたかねうんはいまあ時間がやっぱりこう時間でこう動いてるような印象がちょっとあるので、まあ、そういった意味でそこがねカルチャー えっと、リフィレントっていうところでしょうかね。うん。えー、キサだけ24さんどうもです。えー、カム君が練習しているリンクは一般の人を一緒に滑ってる。あ、あのね、あの、してますよ。うん。でね、えっと、ま、クラブの練習の時になると一般の人は入ることできませんね。最近僕ちょっとクラブで練習できてないんで、えっと、一般の中で滑走してる感じです。うん。この動画は違うようですね。あのー、 え前の動画の時は、一般のちびっ子と一緒でしたよね。あ、そうなんです。今回も結構強い人いっぱいいたんですけど、これも一般家族ですよ、うんでね。なぜかというと、夏になると、他のリンクが閉鎖されます。で、えっと、強い子たちがメキルンの氷のリンク来るんですよ。うん、で、一般家族でもこう先生たちが押していてる感じなんで、まあ、結構うまい子がいっぱいいたんですけど、それでも今回、これ一般家族なんですよね。 うんえー、グランプリ東海も同じで、まもちゃん、かなちゃん、しょうばくんも一般の人と一緒に練習してましたよね。懐かしいですね。トリプルフリップ、トリプルループとかやってましたよね、まおちゃんね。うん、オーーススのケストリンクといえば、えー ちびしょうまくんに会えたかも、そうですね。だから、あの時もしも本当に言ってれば会うことができるかもしれませんね。またこんなこと言ってるからしょうまくんの夢は見れないんだよね。欲はしてようということですね。うんまあ、この時からこの選手は上に行くだろうかなっていうね、分かりませんからね。ただ、あの選手は明らかに、あのもう雰囲気がもう違うのはありますからね。うん はいまあ、今となったらもう一般カーソンに宇野昌磨選手が滑ってたらもう大変なことになりますけどこの頃はまだ分かりませんからねそこが肝心ですねうん。えー、サクサクラさんありがとうございますえー、やってみたら難しいですよね私はその昔体育でスケートが選択できる大学に行ってましたなるほどちょっとやったくらいではこんなに滑らかに滑れないえー、歌舞伎は見ていて気持ちいいですあありがとうございますあの基礎練習ちょっと続けてるんですけどもねうん はいまあちょっと、なんだまだちょっとスタミナがね、ちょっと戻ってこないんで、あれですけど、大学でスケートが選択できるってのはいいですね。うん。はい。多分あれです、北の方でしょうかね。うん。スケートかスティーカっていうふうに分かれてるとこありますよね。え、北崎24さんえ、山火事怖いですね。 科学技術が発展した今でも、山火事を消化するのは困難を極まれるんですね。え近くに民家でもあれば、住民は避難しなければ危険にさらされるしえ、人だけではなく、山に住む動物も被害に遭いますから、え以前、山火事でコアラがたくさん死んだり、重傷になった映像に心が痛みました。これはオーストラリアでしょうかね。早く鎮火することを祈ります。いやー、ちょっとだから、まあ人間だけではなくて、動物たちがどんどんえ亡くなってってるというのがありますので、 いやー今回、どこまでやばくなってしまうのかというとこなんですけど、うん、かなりやっぱ異常な感じですね。かといってあの、他の地域でもあんま雨降ってないんでしょうかね。うんまあ、降るところは降るっていう感じ、極端になるので、うん、そこが難しいんですけど。えー、シルビア JP さん、こんばんは。 えー、火曜日あたり、やばいですね。うん、やばいですよ、火曜日え。パリではこのところ、ずっとこんれ、えー、連日の酷暑で外に出られなくなんで、ベルギーが涼しいんだなと思っていたんですが、深刻な熱波がこれから来るんですよね。あの多分今現在、パリの方が暑いとは思います。ただ、いよいよ、なんかその空気がベルギーにも到達してきて、明日以降はやばいですね。うん えー、あまりに暑くて歩道を歩くにも日陰を選んで歩くのですがどうしても日に当たるのを避けられないので、えー、日本から持ってきた日傘を差してみましたがそんなことしている人は誰もいないので早速くじけましたあの日傘を差してる人っていないんですかねパリで、うん、これはちょっとあの初めてですただベルギーでも確かに日傘差してる人いませんねみんなやっぱ太陽が大好きなんで太陽に当たろうとしてるんですよね、うん、ヨーロッパ人って、うん、ただ今回は すごい紫外線が強いと思うので危険かなって僕は感じますね、えー、飛行機に乗るのに傘は手荷物にカウントされないので使うことはないだろうと思いながらもせっかくだから持ってきたんですけどねああなるほど 手荷物にカウントされなないいととうことなんですねマスクをしてる人、本当に少なくていないですよね。うん、100人に1人にもしてないんじゃないかなと。人に会うときは、つけたままだと相手に失礼かという気がして、そのときは外すんです。そうなんですよ。逆なんですよね。本当に、ここもそうですよあの。人と話すからマスクをするはずなんだけど、逆にこっちの人、人と話すときにマスク外すんですよね、うん。これがカルチャーの違いかなと思うんですよ。そこを一番マスクしなさいっていう感じがするんですけどね。うん えでも感染拡大の波に飲まれないために、すぐ、すごくかわいいマスクをおし,ゃれだおしゃれだからつけてるのみたいな、あおしゃれだからつけてるのみたいな、風邪りの装ってできるだけつけるようにしています。結構ね、逆にそのマスクをつけてないと、つけてると、不謹慎というかなんか、いや、なんでマスクつけてるのみたいな、うん、結構あるんですよね、そういうのがね。 なんか本末転倒ですよね。やっぱりこの国のシンクロ対策はおかしい。うん。これフランスだけじゃなくてベルギーもちょっとおかしいですね。あの比較的ワロンの方、ベルギーもフランス方圏の方はまだね、つけてる人たまにいるんですけど、フラマンの人は全然つけませんね。うん。ほとんどつけてないんじゃないでしょうかね。ただ僕は、あの、かなり人が増えてきてるんで危ないと思いますね。うん。 えー、あマイク・バーティラさん、ありがとうございます。ぶくん、こんにちは。欧州では酷暑になりそうですね。ぶくんのアパートはエアコン付きですかいや、ないですね。うん ないのであのー、くるくる回してでね今ねちょっとオスタンのにないですようんないととても寝られませんよアルデンヌの高地くらいの高さでもフェーン現象が起こるんですねうん多分アルデンヌの方の山あたりから来る気がするんですけどま多分それよりも風が蛇行してるんで、まあ、おそらく最初にまあドイツの南とかフランス南フランスのですね山とかを越えて常にフェーン現象が起きててそれで最後のあのー、なんだろう最後の、えー、最後にまあ、アルデンヌの山とかをねちょっと超えていく感じ でで線が強まっていいくのかかなうう感じでしょうかね、うんまあ、イギリスでも40度ということなんで相当な熱波が、ね、接近しているということですよ。えー、そして、えー、ジリムさんです。あばばば。わ。なみなみ様の最高のプレゼントありがとうございます。私は地球1周分出遅れました。でも、カぶくチャンネルでお話を聞けてとても嬉しいです。私もまさりたかったな。いや、これはね、これからに期待しましょうね。うん、あのー、ね、えっと、こういった奇跡が起こりますように。 なみなみさん、えー、ジゲーム様いつでも勝ってくださいな。ジゲーム様が入ってくださると、ますます盛り上がって嬉しいです。えー、ショウマファンの皆様、本当、えー、楽しい方ばかりで、えー、大好きです、えー。昨日もお隣も、そのまたお隣の席の方でも、ショウマファンの方でいろいろお話してきて、有利な時間を過ごしました。ああ、いいですね、うん。こういう、あの、なんだろう、すごくやっぱ優しい方多いイメージですかね。うん、だとすると、僕のイメージもそういう感じだったので、うん はいなんか宇野選手、やっぱ優しいので、やっぱ優しい人を引き寄せるのかなっていうところでしょうかね。うん、まあ、最近ちょっといろいろありましたけどもね。うんえー、マリン様ありがとうございます トトロの山の仕事場から帰ってきました。えー、今日は今年初めてトンボを見ました。えー、近くはなかったので、はっきりはしていませんが、ムリワラトンボかなということですね。ムリワラトンボ、えー。前に見たルリタテハは羽がボロボロになり死んでいました。えー、踏みつぶされない草むらに沿って、そっと、えー、置いてきました。あ、優しいですね。まあ、ルリタテハさん。うん。懐かしいですね。このルリタテハは樹液とかするんですけどね。お隣さんの家庭菜園からは、初成りの、えー、枝豆 をいたただきましし取り立てで美味しそうです、えー、海外で海外でも枝豆枝豆がブームのようですね。ということはそうなんですね。なるほど、枝豆ブームだったんですね、うん。あんまり食べないんですけども、そうらしいですね。えー、マレディンさんも言ってです。山火事は恐怖。ロサンゼルスにいるときはしょっちゅう山火事がありました。えー、その多くは、えー、自然自然発火です。し、えー、しかも飛び火してあちこちこの あちらこちらから火の、えー、毛が上がり、ですね何週間も燃え続けています。ヘリコプターで消火薬を散布しますが、なかなか消えません,、うん。日本では経験がなかったので本当に怖い。えー、地球規模で思えば えどこかで干ばつで山火事が多発すれば、どこかは水害が多発、大雨なんですよね。その通りなんですよね。あの結局、収支っていうのは同じになるように保たれてますから、干ばつがすごい地域があるっていうことは、それなりに大雨が降るということですかね。うん。なんで、極端なんですよね。うん。えー、背中江さん、こんばんは。調子上向きですね。うん。あのー、この動画の6分30秒付近でバックスクラッチを行っていますが、 キキレレに回ってますね。昔はこんなに回ることはできなかったんですけど、ここはちょっと嬉しいですね。かっこいいです。えベルギーもかなり暑くなりつつあるとのことで、熱中症など体調管理にも気をつけてくださいね。あ,ありがとうございます。早速ね、ぼーっとしてますね。うん。ばんは。 表情基礎スケーティング練習頑張ってる姿綺麗ですあ。ありがとうございます。この後ね、ちょっとジャンプとスピンの動画も上げようかなと思ってるんですがちょっとね、いまいちちょっと優れないので、あのー、なんだろう、あの、ちょっと時間かかってしまうんですけどもね。うん。えー、背中さんもおっとです。えっと、丁寧に読み上げていただきありがとうございます。補足説明やコメントを入れております。 まず、葛西臨海公園、京葉線荒川に関する話題からいきます。葛、え、西、ー、臨海公園の観覧車は、ダイヤと花の大観覧車という名前となっています。私も乗りました。えー、公園内にある水族館にも行きました。ダイヤと花の大観覧車っていう名前だったんですね、うんえー。公園内にある水族館にも行きました。カニの観察ができるほどたくさんいるんですね。これは初耳です。公園内の水族館行かなかったですね、僕。 そうなんです。カニねいるんですよ。日向にねクローベンケガニとかいるんですよ。足原川にもゲットしたかったんですけどいなかったですね。特、えー、内でこれほど自然豊かなところは他にほぼないと思います。私が行った時は日中だったので家族連れが多かったです。えー、どなたでも楽しめる場所だと思います。そうですね。うん。家族連れとかカップルとかねいろんな人いますよね。うん。私もこうしばらく軽油船には乗っていないので。 葛西、えー、臨海公園付近の景色も懐かしいです。えー、天気が良ければ、葛西臨海公園から富士山も見えます。あ、富士山見えますね。なるほど。ちょっとあの建物にさえりられちゃうかなと思ったんですけど、なるほど。葛西臨海公園から富士山見えるんですね駅。駅からでも見えます。で、都内に住んでいた時に、列車撮影でも来たことがあるので、懐かしいです。そしてですね、えー、新木場から、あのー、東京臨海高速鉄道、懐かしい。これ、あの、なんだってな。 えっと埼京線が変わるやつですよね。懐かしいですね、これ。東京テレポートで下車するとお台場にアクセスしますね。お台場も行ったことがあります。あ、そう、お台場ですね。お台場と葛西臨海公園、ミックスしてますね、僕頭の中で。恐竜店を見に行ったのと、量を求めて行きましたが、沿岸部でも厳しい暑さでした。フジテレビにも行きました。これ、確か友達とね、ガンダム店に行った覚えがありますね。うん 葛西、えー、臨海公園に行ったことがあるとのことですので、おそらく聞けば思い出すと思うので、時間があるときにぜひ聞いてみてくださいね。えー、懐かしい気持ちに、えー、浸れると思いますよ。えー、公園の、これ、楓ですね。公園の楓で合っていますよ。京葉線には他,の、えー、他にもおすすめの発車メロディーがあり、えー、千,葉と千葉港駅もおすすめです。1番線は葛西臨海公園駅でも使われている公園の楓。2番線は公園通り。3番線は9月の楓。ああ 懐かしい、化月の風。なんか聞いたことありますけどね。どういう曲だったかな、えー、こちらも風情があり、京葉線のイメージにもマッチしています。えー、ご当地発車メロディーではないものの、2、3番線の、えー、曲は千葉港駅でしか聴くことができない貴重な存在です。 荒川の自転車の旅は夏に欠航したんですねえー。すでにその頃もバイタリティ旺盛だったんですねえー。すごい行動力だと思いますえー、帰宅してから家族や友人などに驚かれませんでしたか？あ、まあま体がね。真っ黒でしたからね。まあ、この時は確か。もう一人暮らししてた気がするので、あの家族はいなかったんですけど、まあ、友達とね。本当は行くべきで、うん。まああんまでもなんだろう結構一人でするの好きですね。うん。 まあ友達は何だろう、まあ、友達も周りあの卒論とかで忙しかったんで、うん、でも、へーとかって言ってましたから、なんか懐かしいなと思いますね。まあ、この時、僕の学生時代最高潮に楽しかった時ですね。野宿はテントもしくはベンチを活用したんでしょうか、えー、それとこの日は入力はどうされましたかということは入力どんまですよ。してませんね。うん、いやーもう、ねね、無理ですよ、うん。入力はちょっと無理なんで。うん 私は秩父までしか行ったことがなく、えー、三歩九中までは行ってないです。次回、秩父方面に行ったら必ず行きたいです。この辺ね、なんか覚え、どんな感じだったかななんか何もなかった気がしますね。うん、ただ、荒川の方に歩いていくと、なんか暑くて、もう本当ギラギラの太陽で、もう本当頭ボーっとしてましたね。うん、しかもあんまり昆虫いなかったんで、なんかあまりにもこう、田舎すぎちゃったりとか、なんていうのこう。 山下げちゃうと逆に少なくなるんですよね、不思議と。うん。えー、秩父には宮城に引っ越してきてから数年後の夏休み、ちょうど都内に行く用事があって、えー、その際に私の高一の時の友人と一緒に出かけました。か、え、ぶ、ー、さんと同じく山の景色が大好きな方なんで、かなり楽しめたと言ってくれました。気温38度の炎天下の中であちらこちら、えー、歩き、大変でしたが、良い夏の思い出になりました。暑いですよね、この辺も本当かなり暑いので、うん。ただ冬は結構寒いんですよね。 え散策が終わって、えっとドリンクバーで冷たい乗り物をかなり飲みまくりました。ドリンクバー懐かしいですね。えー、昆虫地理学の勉強をなさっていたんですね。この名前は初めて来ました。あこれね、勝手に作ってたんですよね、僕ね。うんえー、今度、機会があったらどんな学問なのかや魅力について解説動画を作成していただけますか。あ、オッケーですよ。まあんまり興味ない方多いかなと思うんですけどね。うんまあ、あのちょっとだけ。うん 都内、えー、に住んでいたときには、江戸川の沿線にあるリンクで練習をしたこともあるんですね。荒川と江戸川は、加護さんの思い出がたっぷり詰まっている地域ですね。えその時使っていた自転車は、ベルギーでも使ってるんで、あ、ぶっ壊れましたよ。てか、盗まれましたね。うん。冬のある日、雪が降っているときに盗まれました。結構ね、いい感じのマウンテンバイクだったんですけど、盗まれましたね。懐かしい。それだけは覚えてるんですよ。うん。おじに怒られましたけどね、その後ね。なんで盗まれたんだってね。 うん、結構高かったんですけど、でも乗りまくりましたね、懐かしいなと思いますね、うんはいで。今ね、ベルリンで使っているのは、折りたみた式の自転車なんで、あんま昔みたいにやらないですね、うん。昔よくやったなって、ちょっとね、不思議ですね。 株、えー、君素敵です。思わず自分も滑っているような感覚で見て、えー、見入ってしまいました。と言っても全然滑れないので、陸上フィギュアではなく、もっぱら脳内フィギュアですあ。ありがとうございます。今度一緒にジャンプもするので、うん、皆さんと一緒に、ね、ジャンプしましょうね、はい。えっと、今日はね、多分もう質疑応答。 コメントということで、ちょっとやっていってるんですけど、えー、えだかさん、どうもです。えー、続いて、ベルギーのチリや鉄道に関する話題です。ひょっとすると、乗り越し生産という文化は日本だけである可能性もありえますね。生産って、うん 少し話が脱線します。えー、JR も1987年以前は国鉄でしたが、国鉄時代から日本の鉄道は評判が良かったですということみたいですね、えー、国鉄時代から乗り越し生産の制度はありました。えー、この4年、この年の4月1日に民営化され、今の姿になっています。えー、今の JR の運賃制度のほとんどは国鉄時代から使われてきた制度や規則、約款をほぼそのまま使っていますということ。 ただ、えー、多少変わったところもありますが、基本的なことはほぼ変わっていません。えー、JR の運賃計算はさまざまな制度や細かいルールがあり、実は保険の約款並みに難しいと言われているこですということみたいですね。私でもたま,たまに分からなくなることがあるので紙、紙媒体の時刻表で調べることもあります。当、えー、出の際は必ず持参します。ここでまたまた、株さんに質問になりますが、 ベルギーの鉄道では途中下車の制度はありますかえっとね、あの、途中下車の場合は、多分そんな時間かかんなかったらもう一回乗れるんじゃないかなと思いますね、多分。うん。あの、カシャっていう風にやるんですけど、多分また乗ることできる気がどうなんだろう。日本の場合、片道101キロ以上の普通乗車、えっと、 え普通乗車の件では原則として途中下車が可能で、例えば東京から静岡までの東海道線熱海、三島経由の乗り普通乗車券では後戻りをしない限り途中の駅で何回でも途中下車可能で、静岡に向かう前に小田原や熱海などに立ち寄ってから最終目的地であるえ静岡まで行きますが、ベルギーなどヨーロッパではどうなっていますか。こ,これね多分ですけど途中下車をしても バレませんんね多分いけないんですよ本当は、うん、本当はいけないんですけど、例えばあの、なんかビュステルる経由とかになってくると、あのなんだっけな、そこでこう売店とかで寄ったりとかあのして、電車1、2本遅れることっていうのはあるんですけど、遅らせるっていうことはあるんですけど、それは多分、ばれなければ多分大丈夫で、ほとんどバレるっていうことはないですね。でも、あまりにも時間がかかりまくってると、こうカシャってやるときに何分っていう、脱穀をされることがあるんですよ。だから、あれあなた、 3時間、4時間も何してたのってなっちゃって、なんか、あの、なんだっけな、違反乗車になっちゃう可能性はあるんですけど、例えば体調が悪かったりだったりとか、友達待ってたらちょっと遅れました的なこと言えば、多分大丈夫な気はしますね。うん。なんで結構適当な感じですよ。とにかくね、本当に言いますけど、物はいいようですね。本当に物はいいよう,う。ん。家を買うときも借りるときも本当に物はいいようで、そういったね、何て言うの、話のね、なんかその、 言い方がね、一番大事なんですよね。うん。これがダメだと、あっという間に首玉つかめられて表に出されるっていうことだと思いますね。話を元に戻します。ベルギーの鉄道は、話を聞く限り、加算料金の支払い事案がと相当多そうですが、えー、これは鉄道会社の営業規則や約款、法律にかし管理に基づいたものでしょうか。うーん、ちょっとわかんないですね、この辺は。ただ、まあ国鉄なんで、えー、まあ国が営業してるかと思うんで、結構その厳しいと思いますよ。 うん、結構厳しいと思いますねえ。係員の判断で勝手に決めていたりしたらとんでもないですが、法律や営業規則で認可されているならば、えー、妥当になると思います。うんまあ、それから多分 な、法律とか結構、基づいてやってるのかなってなりましてね、あの、日本と違うところで、まあ、日本マイナンバーカードがあるんですけど、ビル・キーチンは生まれてしばらくしてから、あの、カルト・イドンティデっていう、まあ、身分証明書をみんな持ってるんですよね。で、もしも違反とかをすると、えー、カルト・イドンティデをあの提示してですね、まあ、この人はこういう悪いことをしたって、全部記録されます。はい。なので、えっと、何を、この人は犯罪を知り返したのかとか、えー、なんかそういったもので結構書かれるんですよ。 うん、だから、国が結構、個人個人を管理している感は、日本よりは結構強いかなというところがあるかと思います。まあ、最近、マイナンバーカードが日本も結構普及してきているかなと思うんですけど、まあ、そんな感じで、なんかあの日本だと、例えば車の免許とか持ってると、それが身分証明書扱いになるじゃないですか、うん、なりますよね、なんかそのいろんな,そのなんかえっと契約をするときなんかも結構、車の免許が、ねえー、使うんですけど、まあ、ベルギーは一人一人必ず身分証明書って持ってるんですよね。うん、なので えー、そういったそのところで、違反をしたら、まあ、そこにこうなんていうの書かれてしまって、記載されて、えー、しまうということ多分だから、約款とか営業規則とか法律に基づいているかなとは思うんですよね。 ただここら辺はちょっとわかんないですね、僕。係、え、員、ー、の判断、えっと、一方、日本にも不,不正乗車に対して、えー、対処する法律や営業規則が存在し、えー、乗車区間の運賃普通運賃の2倍の金額を請求できる規則が存在していますが、えっと、実際に割り切り増し分まで、えー、請求された話は私は知る限り、ほとんど聞いたことがありません。うん。まあ、そうですよね。うん。だからまあ、ここはね、多分 ものは言いようかなと思いますね、うん、なんかちょっと怒ったりとか切れたりとかするともうダメになっちゃうんで、多分日本でも同じなんかなっていうとこあるんですけどね。うん、ただし、定期券や新幹線、特急列車での不正乗車のケースでは、えー、高額な金額になるため、警察に通報されては、えー、逮捕に至るまでの、逮捕に至るまで、あ、逮捕にまで至るケースはあ,りあ,あるんです、ね。なるほど。へえ。ーって結構じゃあある感じですかね。ただこちらは頻繁に起きる話ではないので、えっと、 話してはないですねえこうしてみると、日本人はみんなが高めであるのでしょうかあ、その通りですね。うん。ほとんど僕、日本人で無賃造車をしてる人見たことないですね。うん。たまになんか改札をこう、なんだろう、またいで行くような人いますけど、ただ、あんまり見ないですよね。うん。あんまり見ないっていうか、皆さん、ちゃ,ちゃんとやってるような気がするので、なんか、バチが当たるっていう文化じゃないですか。なんか、その日本って、人が見てないからやるやる っていうことが他の国に比べてないんですよね。人が見てなくてもしっかりとやるというところがあって、まあ、そこがその、まあ、なんていうんでしょうか。自分との向き合いっていうかね、そういったところを大事にしてるかなというふうに、僕は思うんですよね。ただ、あの。 ベルギーはもう本当にこうマックスにプロフィテ、つまり恩恵を受けるために行動するんですよ。例えば、家に人、ね、人にこう家を貸すときにまあ家賃とかをゲットできますけど、まあ、それもより多く、ね、ゲットできるように人の心なんて考えずに、まあ、あの結構そういう,こうお金をたくさん稼ぐために、なんて一番マックスにやるんですよね。人の心とかってのあんまり大事にしてないんですよね。うん、なので、 まあだからそういった意味で見ると、まあ、日本人の方が明らかに民度は高めかなと僕は感じてますね。ただ、まあ、これも文化の違いなので、うん。まあ、人によって違うかなと思うんですけど、少なくともベルリーでは、その、まあ、なんか、なんかそういう感じでしょうかね。まあ、あとは、謝ったら負けみたいな文化もあるんですよね。とにかく謝んない。うん。とにかく謝んないですね。えー、車掌と止めて、列車遅延につながることもあるんです、あ、これはもうほぼ頻繁です。はい。 えっとね、多分このせいで、かそもそも、ね、車掌っていうのはあのずっと何だっけな、一番最後の車両にいると思うんですけど、あの車掌が、ね、回ってくるわけじゃないんですよ。うん、回ってくる人は他にこう複数いて、あのー、まあ結構挟み打ちにこう、ね、あのコントロールが入るんですよね。うん、日本でも、えー、ごく一部ですが、乗客が駅係員や 車掌などに対して迷惑行為をする者がいて、それが原因で遅延はありますが、えそもそもの原因が日本とベルギーではかなりさ、えー、違いますねえ。とりあえず言えることが日本の鉄道会社のサービスに不満があるならば、海外では絶対鉄道を利用できないよとはっきり言います。その通りですね。 本当ですよ。うん。遅れても、なんか、ああ、遅れちゃったとかっていう感じで、なんかあ、あの、逆にね、あ遅れた、会社行かないで済むとか、なんか、あやった、学校行かずに済むとであったりとか、結構、のんきなんですよね。うん。あやった、遅れたとか言って、ちょっとなんかカフェ行くみたいな。うん。え、待って、仕事行じゃないのみたいな。うん。もうそういったこと、余裕でありますね。うん。だから、なんか、あんまりこう、か例えば、 あのだろう日本だとあの仕事とかでもそのなんか解雇とかってすごい大きいんじゃないですか。でもベルギーって結構、解雇頻繁に起こるんですよね。だから解雇されてもあ、あ解雇されちゃった、失業付近だねみたいな、んそんな感じなんですよね。だから なんて言うんだろう、そういう結構のっきというか、なんか人生余裕だねっていう的な人は多いけど、ただベルギーは結構日本人のように考える人が多いかなっていう傾向もあるので、特にフラマン地域の人は少し日本人とも似てるかなっていうのがあるので、まあそんな感じで、まあ福祉がやっぱりすごくいいので、そこがやっぱりあれかなっていうところでしょうかね。まあでも多分日本もいいとは思うので、 もっと,こと助けられることにもっと寛容になるべきかなと、ちょっとここは感じますね、日本に対しては。うん はいえー、ヨーロッパの鉄道事情の話を聞いていて、日本に住んでいる私たちは質の良い鉄道を、えー、使える国に住んでいること、鉄道会社に対して、えー、感謝の気持ちを持たないと罰が当たりそう。あそう思いますね。僕もちょっとそう思いますね。だから日本人の感覚で行っちゃうと、突然、え、なんで、あの、ボアが変わるって、あの、なんだっけ、ホームが変わるっていうこともあるので、まあ、そういうまあ感じですね。ただね、日本に行ったらに行ったで、時間に間に合わなければいけないような用事って結構多いんですよね。 だから、何て言うんでしょうかね。うん、結構、その文化の違いがあるのかなっていうところですね。えー、発車直前に、えー、発着番線が変わることは、列車遅延が発生しているときならば、日本でもたまにある。あ、あるんですね。なるほど。これは知らなかったです。えー、表案内表示に加えて、注意関係の放送が意気かかれるによってアナウンスされます。ただ、頻繁にはないですよね。ベルギーではかなり頻繁にこういうことが起きるんでしょうか。あ,ありますね。うん。まあ、かなりっていうわけではないけど、 突然、こう、5分前になって、突然、えっと、ホームが発着駅、発着する電車が変わったりだったりとか、突然、このスプリメって言って、要は削除されるっていうこともありますね。この電車は今日は、コンドゥイー運転しませんとかの表示されて、えみたいな、嘘でしょってなって、で、いたいその次の電車まで1時間はかかるんですよ。なので、そういったことが結構ありますね。あんまり文句言ってる人いないんで、うん、まあ、これがベルリーなんだよなっていう感じで、ちょっとなんか割り切ってる人が多いかなっていう感じですね。うん。 でねえー、もしそうだとすると、運行司令部で働く社員が、社員の業務が相当過酷なものになっているかんあ、相当過酷なものになっている可能性が考えられます。うん、えー。ベルギーの国道面積は関東地方の面積とほぼ同じくらいなんですね。片道200キロ程度ではほぼベルギーを横断できそうですね。できるんじゃないかなって思いますけどもね。となると、大抵の地域は日帰りで行けしてしまいそうで、あ、行けますね。うん。多分行けると思いますよ。 えー、そして、さすがに日本ではこうはいかないです。いかないですよね。北海道から沖縄まで片道で一日で行けないですよね。うん。だから日本ってちっちゃいとかって思いますけど、大きいんですよね、結構ね。ルルビーは世界一小さい町と言われてる。それああ、この町、そうなんですか。めちゃくちゃいい町ですよ。あの、なんかね、岩の感じで、なんかこう、灰色で構成されてるような素敵な、あれなんです。まあ、ちょっとね、最近、工事があって、1年ぐらい前に確か、うん。あれなんですけども。えー、埼玉県羽生市と、 埼玉県これ羽生羽生,市か羽生市とえ姉妹都市になっているそうです。しかも羽生選手が生まれた1994年に締結されたそうです。なんだかゆかり、縁を感じます。イノシシの肉を使ったジビエ料理が名物とのことへえここまでお呼びいただきありがとうございました。ということでね、まあ、こんな感じでいろいろ質問ある方はしていただきたいなと思うんですけどね。うんはい では、ね、ちょっとこの後フィギュアスケートに関する情報入ってきてますので一旦動画を止めていきたいなと思ってます。